武器集め、何でも武器になる RPG。 2018年、かぐやさん制作のフリーゲームですね。 Windows PC、 Windows ゲーム初です。どうもアラヤンです。このゲームなんですけどもね、 Windows のブラウザーゲームとして、スマホでもできるんだったかな、配信されてるフリーゲームです。もうタイトルの通り、何でも拾って武器にして進んでいくっていうローグライフ風のゲームですかね。とある平和の世界の平和の村に住む見習い武器商人の上子名前、上子でいいか、上子ですね。一人前の武器商人を目指す上子は、今日も強い武器を探して歩いていった。その時なんとスライムの群れに囲まれてしまった。グラフィックが雑やな。戦うにも上子は武器を持っていない、絶体絶命のピンチ。しかし上子には一人前の武器商人になる夢がある。こんなところで負けていられない。開始早々ゲームオーバーを避けるため、上子の全てをかけた戦いが始まる。いきなり始まるんすかね。おお、始まったな。スライムが4匹もいてる。キシャー。上子は考えた。素手で戦っても勝ち目はない、何か武器になるものはないだろうかと。その時上子は死んだお父さんの最後の言葉を思い出した。こんな時に上子ポンミ、ポンミ何かな、兄弟かな。上子とポンミ、二人の頭に文字取ったらウェポンになってるんですね。いいか、よく聞け。どんなものでも武器にして戦う、それが真の武器商人だ。ガク最後の最後でそんな言葉言いますか。上子は思った。お父さんありがとうと。武器がないなら武器となるものを探せばいい。さあ、武器になりそうなものを拾って、あのスライムの群れをやっつけよう。移動と方向転換は十字キーとシフトで方向転換。なるほどなるほど。または上子をタップして引っ張る。武器チェンジが F キー、武器を拾うが D、 待機が S、 薬草が A。 難しいな、ちょっと覚えるだけで大変そう。 D または武器を拾うボタンを押すと、目の前または足元の武器を拾います。はい、移動ですよね。で、方向が定まらない方向転換の仕方がわからないぞ。さあ、ちょっと操作に慣れるのに時間がかかりましたけど、行きましょうか。これで方向ですよね。で、これがメニュー開いて、攻撃がどれだ。あれ、攻撃ができねえぞ。何か拾っちゃいました道も拾えるのか。装備する、見たことのない武器だ、使って効果を確かめてみよう。道、よし、これでいいのかな。さあ、道拾ってみましょうか。見たことのない武器だ、使って効果を確かめてみよう。あれ、装備できない。効果、あー、オッケーオッケー。エンターキーまたは攻撃ボタン、または敵をタップすることで攻撃。シフトキーまたは上子をタップすることで装備中の武器の攻撃範囲を確認できます。初めて入手した武器はどんな武器かがわからないから。未解禁状態の武器で敵を一度でも攻撃すると、威力や効果などの詳細な情報がわかるように。なるほど、そうやって武器を増やしていくんですね。武器は耐久値がある。耐久値は敵に武器を当てるたび1ずつ減少し、0になると武器が壊れてなくなってしまいます。壊れた武器は持ち物から消え、もし拾ったものであれば拾った場所に復活。ただし耐久値や金床での強化はリセットされます。なるほど、これで攻撃するわけですよね。他にも、ああ、スコップ、エスケープまたはメニューボタンを押すことでメニューを開くことができます。メニューでは様々な操作が行えます。武器一覧では武器の管理や装備の選考を行える。この装備の変更は通常時に F キーまたは武器チェンジボタンを押すことでも素早く行うことができます。武器チェンジ、あ、なるほど、こういうことね。こんなんとか拾えんのかな。
拾えるな。木、見たことのない武器だ。あー結構何でも拾える感じ。草むら、あーすげえな。何でもいけんぞ。これもいけんのか。屍、この壺なんかもじゃあ拾えちゃうっていうことですよね。この岩みたいなのは、おお崖すげえ何でも拾える。土、あ来た来た来たぞ。スライムが来てるから、さあ何で攻撃しようかな。とりあえず一旦は強そうなやつからいきますか。スコップ、はい、であスコップ強え。スコップは攻撃力が17、耐久値が19、穴を掘るための道具、武器として使うことも可能。一旦行動不能っていうのは特殊効果ってことかな。あ図鑑登録1個目って書いてる。こうやって図鑑を埋めていくんですね。やり込み要素的な。あすごいすごい。そしたら違う武器もいきましょうか。道、それから待機することもできるんですよね。よし行け。はい、道弱え道弱えな。ダメだこれ。これ入ってて入ってて、ちょっと待ってよ。違うので行きましょう。木、これ強いっしょ。木、はい、あんまり強くないけど範囲攻撃か。そこら辺に生息していた木、むやみな伐採による森林破壊が問題やばいな、攻撃されるんじゃないの。痛い痛い痛い。ちょっと待てよ、どれが強そうなんだ。崖か壺か屍、屍行きましょう。うりゃ、お結構強い。あ耐久値が少ない。誰かの屍のようだ、話しかけても返事がない。即死効果 5%、 すげえ屍。あレベルアップ、ウエコはレベル2に上がった。レベルアップボーナスを一つ選ぼう。最大 HP、 攻撃力、運、運ってなんだ。武器の耐久値減少確率が下がる。またウエコの回避率が上昇する。とりあえずは攻撃がいるかな。お全回復、あいいね。重たく伝説形式。屍がちょっと耐久値低いんでちょっとやめといて、壺に変えましょうか。はい、お会心の一撃、壺杖、耐久値1、必ず会心。あー潰れちゃいましたね。この岩みたいなやつ何かな。アルマの石、これも武器なんですか。はい、あ弱、しかも潰れちゃいましたね。武器の秘める力を引き出す不思議な石、手に入りにくく貴重な素材だ。ああしまった、殴っちゃいました。ちょっと待って、武器変えよう。他にまだ分かってない武器、草むら、これでいきましょうか。はいよ、おおすごい、2回ダメージ与えたぞ。いかにも飛び出してきそうな草むら、これ以上の言及は避けておこう。3回攻撃、おおいいね。いろいろ武器によって効果が違うんですね。でけえな草むら。あスライムの群れを倒した。どうやこうしてウエコはさまざまな武器を使って見事スライムの群れを撃退したのであった。この調子で一人前の武器商人になるぞ、ウエコは心の中でそう思った。ウエコの武器集めの旅が今幕を開けたのである。ああ、踏まれてるスライムの顔がえらいことになってるけど。結構可愛い感じの絵柄ですよね。今のはイベント戦闘チュートリアルってことかな。あ、どのファイルにセーブしますか。これでいいっすよ、はい。戦いを終えて疲れたウエコは一旦自宅に帰ることにした。草むらを持って歩いてるな。あポンミ、妹ですかね。あお姉ちゃんお帰りなさい。草むら持ったままそんなことがあったんだ、大変だったね。
だけど無事でよかったよ。お姉ちゃん強いんだね。そうそう、今週の週刊武器春にこんな記事があったんだ週刊文春じゃなくて週刊武器春、読んでみてよ。発見、伝説の武器。この世界にはいくつものロマンが眠っているが、とてつもなくロマンに満ち溢れた情報が我々の元に舞い込んだ。なんとこの世界のどこかに太古の昔に封印された伝説の武器が眠っているという情報だ。ああ、それを探しに行く旅なんでしょうかね。その武器の名は強すぎて草生える騒動強すぎて草生えるこの噂を聞きつけた冒険者たちが夢中で探し回っているが、未だに手がかりすら得られていないらしい。あなたも伝説の武器を求めてロマンあふれる大冒険に旅立ってみてはいかが。おお、どう、なんか面白そうでしょ。伝説の武器か、お姉ちゃん取ってきてよ。超高く売れるかもよ。武器屋ですもんね。上子は驚きのあまり声が出ませんでした。強すぎて草生える騒動、未だ誰も見たことのない伝説の武器、そんなすごいものがこの世界に眠っている、なんてロマンがあってワクワクする話なんだと上子は思いました突然作文風になるな。うん、どうしたのお姉ちゃん。え、本当に伝説の武器を探しに行くの、冗談で言ったのにでもその顔本気なんだね。お姉ちゃんは止めても聞くような人じゃないのは分かってるよ。行ってきなよお姉ちゃん。お店のことは任せておいて、店番ならやっといてあげる。その代わり、その代わり絶対に見つけてきてよね。強すぎて草生える騒動ネーミングセンスがさ、死んじゃったお父さんのためにもね。こうして冒険が始まるわけですね。自宅ではいろいろなことができます。とりあえずびっくりマークを調べてみよう。ああ、いろいろ、あ、ちょっと武器邪魔ね、これ見えねえわ。土にしましょうか。ポンミ、妹の説明。妹のポンミに話しかけることで上子の HP や状態異常を全回復することができます。さらにお金を払ってさまざまな強化を行ったり薬草を買うことができます。妹なのにお姉さんに売るんですね、薬草。手伝ってもらう、店や武器庫の拡張などさまざまなことをしてもらえます。手伝ってもらうにはお金が必要です。薬草を好きなだけ買うことができます。薬草の代金は買うたびにほんの少しずつ上がっていきます。お姉ちゃんご苦労様、何か手伝おっか。手伝っておって、薬草は今はやめときましょう。さっき間違って使っちゃったんですよね。薬草手伝ってもらう。あ、たけー、何、応援もらえる全ての経験値が増加、武器庫拡張。あー、なるほど、置いとける武器の数とかも増やせるんですね。呼び込み、武器の売れる速度が上がる、武器の売れる値段が増加する、商品棚を増やす、一度に売れる武器の数が増える、妹のプレゼント。なんだこれは、電話かな。いらっしゃいませ、こちら鍛冶屋電話サービス、鍛冶ゾンですアマゾンみたいな。あら、まあ上子さん、いつもご贔屓にしていただいております。あの武器を今すぐ欲しいけど探しに行くのがめんどくさい、そんな時ってありますよね。そんな時うちに電話していただければ光の速さで作ってお届けに参ります。吉田よりも早く、好き屋よりも早く、それが鍛冶屋鍛冶ゾンのモットーでございます完全にアマゾンですよね、武器版アマゾンって感じ。自宅の電話から鍛冶屋に電話をかけることができます。鍛冶屋では発見済みの武器を作成してもらうことができます。未解禁状態の武器でも可能です。作成した武器はすぐに受け取ることができます。まあお金がかかるけども、すぐに武器が手に入るってことですね。では改めまして、とりあえず今はいいかな、お金ないですもんね。それからこっちは何ですか。不要な武器を商品棚に置くことで武器を売ることができます。商品棚一つにつき武器は5個まで置くことができます。置いた武器は現実時間で10分から20分後ぐらいに売れます。ゲームを閉じている間も武器は自動で売れます。売れた武器はなくなってしまいます。もし拾ったものであれば拾った場所に復活します。ただし耐久値や金床での強化はリセットされます。ここで武器を売ってお金を稼ぐって感じですかね。と
りあえず今持ってる、あ、崖が結構高く売れる。あ、草むらも結構高いっすね。まあとりあえず分かったものはいらないから、屍もいらないでしょ。スコップは持ってた方がいいのか。攻撃でもどこでもいろんなもん拾えますからね。攻撃力強いのはどれだ。スコップか。まあ道と、それから木もいらんでしょ。それから草むらもあげて、スコップは一応持っときますか、念のためね。あ、でもここまで並べれるんですよね。じゃあスコップもいっちゃうか。はいはい。でこれがしばらく待ってたら売れるわけですよね。武器屋ウエポヨヨン売上成績の本。武器屋ウエポヨヨンはこれまでに武器を0個合計で0円売り上げたようだ。目指せ合計売上、100万円。100万円は遠いな。この辺のものも持っているのかな、もしかして。あ、持てますね。木箱、メニューの武器一覧から武器を破棄することができます。破棄した武器は持ち物から消え、もし拾ったものであれば拾った場所に復活します。ああ、なるほどね。とにかくいろんなもの拾えばいいのかな。あ、フローリングの床までいける。これは椅子も大丈夫。あ、椅子も大丈夫ですね。テーブルは、あ、テーブルも OK。 なんでもいけんじゃねえか。電話もいっちゃいましたよ。ほんだらもう行こう。よしよし、 OKOK。 どんどん行こう。時計、これはガスコンロ、まな板セット、キッチン、なんでもいけんな、これすげえな。窓、壁掛けの剣、壁掛けの盾、宝箱は、あ、宝箱も武器なんですね。すごいなこれ。あ、壺はさっきもう発見しましたからね。基本的な流れは武器を拾って、拾った武器で敵と戦って武器の情報を解禁する、で武器を売る。これを繰り返して経験値を稼いで強くなりながら伝説の武器を探して冒険しよう。なるほどね。これは看板、武器屋ウエポヨヨン、店名を変える。店の名前変えられるんですね。まあ、とりあえずウエポヨヨンでいいか。一家の父親テルショ、こらこら二人ともあんまりはしゃぎすぎるなよ。わいわい、久保田、ナギナ、空飛ぶほうきって知ってるか。魔女は空飛ぶほうきでスイスイ移動するんだ。俺も欲しいな、空飛ぶほうき。あ、そんなアイテムもあるんですね。コンビのやつが持ってるとか言ってたけど、どうせ嘘だろうな。マジで素敵なプレゼント選んだらもらえる。このおじいさん、はや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 、お主知っておるか。いいえ、急に聞かれてもな。この大陸には4つの洞窟がある。しかし魔物の巣窟となっており、人が近づくことはないのじゃ。どうじゃ、ためになっただろう。あ、その洞窟の中とかにあるんすかね、伝説の武器が。金床、各地に置かれている金床を調べることで武器の手入れをしたり強化したりできます。修理する、手持ちの武器すべての耐久値が最大まで回復。研ぐ、武器の威力と回心率が上昇。メッキ、武器の耐久値が減らなくなる。あ、これは強い武器拾ったらこれでメッキして戦うわけですかね。鍛える、武器を鍛えることでレベルを上げ、武器の威力を永久的に上昇させる。修理する以外の操作にはアルマの石が必要です。あー、さっき間違って殴ったやつね、スライムを。アルマの石は魔物を倒した時に手に入るほか、様々な場面で手に入ります。金床だ、ここで武器の手入れができそう。あ、でも今はできないですね。レベルを上げないとできない。まずはレベル6のメッキがいるんですかね。金床も拾えそうですけどね。拾える、あ、拾えちゃいますね、金床も。マジで何でも拾えんな。タル。あ、すごい、花の茂み。ってことはこれ看板も拾えんじゃね。あ、拾っちゃいました。看板拾える。あ、家も拾える、家も拾える。自宅左。ドアしかなくなった。ドアは、あ、ドアも拾っちゃいました。すごい、だから入るところにこの矢印ついてんすね。自宅右。面白え、これ倒れた木。あー、面白えな、すげえすげえ。これ武器どうなってんの、武器。
あ、武器庫にどんどん入っていってる。ああ、ちょっとしばらくあれですね、満タンになるまで拾い続けた方がいいかもしれないね。すげえこれ。これ花ですか？赤い花。ああ、これは白い花？あ、いいねいいねいいね。どんどん拾っていきましょう。あ、これ草 B 先持ってたね。これは草 C。これ草むらっすよね。これは何？あ、落とし穴。こんなん武器なんすか？空の桶。これは水が入った桶ですか？水桶。ああ、池も拾える。小さな池拾っちゃいました。すごい、これ面白い。墓参りの老人ブレイグ。私の妻は寂しがり屋だからね。毎日顔を見せてやりに来てるんだ。あー、顔を見せてやりに来てる。これお墓も、あ、拾えちゃいますよね。すげーな。草むらは全部同じなんですね。形は違っても草むらは草むら。これは引っ掛ける4。わあすごい、こんなも拾えるね。いいね。これは、これは道。あ、拾っちゃいました。間違えた。井戸端のおばさん、吹き矢。あらやだ、早く最強の勇者様が魔王をやっつけてくれないかしら。この人は、村の外はモンスターがたくさんで危ないわよね。なんでも魔王の仕業らしいわよ。魔王がいてんすね。さあ、井戸もいただこう。これ猫ですね。うごろうごろ、こいつは拾えんのか。あ、振り払われた。敵を武器として拾う場合、普通に拾おうとしても振り払われて拾えません。敵は HP を減らして弱らせることで拾うことができます。でも攻撃できないですもんね。ちょっとまた考えますか。アプローチ、ここにも新しい箱があるな。大きい木箱、薪、いろんなもん拾えますね。この家も拾えますよね。民家。いいね。一家の母、北東馬。おかしいわね、家はどこかしら。さっきまで住んでたはずなのに。あ、すいません、そうか、そうなのか。中で話す会話も変わっちゃうのか。しまったしまった。いや、いっぱい、ほんと何でも拾えますね。これすげえぞマジで。めっちゃ面白い。タンスとかも開いてますね。クローゼット、タンス、ベッド、ダブルベッド。あ、窓もいけんじゃね。緑カーテン窓。暖炉。本を置いてる台に本棚。いっぱい拾える。めっちゃ面白い、これ。すげえ。これもいけるか。切り株。わあ、面白い。茂み。さあ、ここの人は？ピランカ。あら、上子ちゃんじゃない。武器屋さんは繁盛してる。え、伝説の武器を探しに旅に出るってすごいじゃない、頑張って。あ、そうだ、この前なんか強そうな武器もらったんだけど欲しい。私じゃ難しくて使えそうにないのよ。上子ちゃんの旅の力になれればと思って。ありがとうございます。でもその代わりちょっとお使いを頼みたいんだけど。武器のためならね、行きましょうか。あら、ありがとう。あのね、うちの右側に雑草が生えすぎて困ってるのよ。その雑草を全部掃除してほしいの。それじゃあ頑張ってね。え、マジでそんなこと自分でしないんすか。ハロー、私はキャサリン。情熱的でラブリーな熊よ。武器商人のお姉さん、突然だけどキャサリン、見せてほしい武器があるの。私の見たい武器は燃える炎のように情熱的な、ズバリ炎の出る武器。へえ、そんなんあるんすね。そんな武器を見つけたら装備して話しかけてね。それじゃあよろしくね。はーい。キャサリンはモテちゃうんすね。ちょっと戻しましょう。イベント終わるまで戻しましょうかね。ベッドももらいましょう。はい。カーペット的な、あー、青い絨毯もらいましたよ。これは何かの袋。それからこれは中ぐらいのテーブル。こいつは何？日記。ピアノもいけちゃう。すごいすごいすごい、めっちゃ面白い。キャビンテーブルに赤カーテン窓、本棚、炭素は拾ったもんね。これは何？鏡テーブル。木箱は持ってましたね。あ、武器庫がもういっぱいか。じゃあちょっと一回モンスターと戦いに行きますか。わうわう。あ、この辺も人いますね。ランヤパ。探し物があったらとりあえず洞窟が怪しい。これはおじさんの故郷に古くから伝わる伝承の一つだよ。
ゲームのやりすぎっしょ。さあここは、ここの飯は中毒性があってうまいんだ、毎日通いたくなってしまうよ。トンファ大将、硬め濃いめトッピング野菜マシマシ油マシマシニンニクマシマシ辛めマシマシマヨマシマシで、ややこしい。カツバルガ、ふむ、隠し味が効いていて美味しいね。それだけか。いらっしゃい、うちの料理は絶品だよ。フランベル、今んとこイベントはなさそうですね。平和食堂24時間営業。主人公の街はこんなものかな。まあ、商品棚に物が置けなかったら状態も見れないのか。さあ、さっきスライムと戦ったのはどっちなんでしょうね。南側かな。村から旅立とうとしたその時、お、なんだイベント。上子はふと父のことを思い出した。かわいいイラストやな。それは上子がまだ幼い頃の話。上子とポンミの父、上ポ父。上ポ父。すんごい名前やな。彼は一流の武器商人であった。上ポ父は商売のうまさもさることながら武器の腕も一流であった。俺はこの世のすべての武器を手に入れる。それがウェポ父の口癖だった。ウエコは父の姿を真似てそこら辺の草を武器に見立てて遊んだりしていた。ウェポ父はウエコの憧れの父だった。しかしある日ウェポ父は急に姿を消した。そして数日後。おお、倒れてるやん。ボロボロの姿で彼は帰ってきたのであった。急いで手当てをしたが全身に受けた傷は深く、すでに手遅れであった。上子とポンミが見守る中、上ポ父は言った。上子、ポンミ、いいかよく聞け。どんなものでも武器にして戦う、それが真の武器商人だ。ガク。上子は思った。名言っぽいけど全く意味わかんねえと。お父さんの死の瞬間でしょうよ。面白いね、これ。このゲーム面白いわ。そしてウェポ父は息を引き取った。ウエコはその後自然と武器商人を目指していた。なんでやねん。心の中のどこかで父の背中を追いたかったのかもしれない。ウエコは空を見上げ父の武器を振る姿を思い出していた。さあ、お父さんみたいな武器商人になるために絶対に強すぎて草生えるソードを手に入れるぞ。上子は改めてそう思うのであった。世界を回って伝説の武器を手に入れよう。伝説の武器を手に入れるのがまずは目的なわけですね。ここは平和村中、平和なので魔物は立ち入り禁止。これだけで中に魔物来ないんだからすごいっすよね。もうスライム、方向転換はどうでしたっけ。効果、はい、待機、はい。おお、結構木箱強え。石持てるかな。あ、石は別で持てるっぽいですね。拾わなければいいのか。ああ、いろいろまた人がいますね。プロジジイ鉄拳、わはは、池の水は気持ちいいわい。お嬢ちゃんも浴びていかないかい。気持ちいいぞい。うっひょー、ただのエロジジイやないか。上、平和村、左下右、平和村の外。分かってますわ。さあ武器をちょっと変えてみましょうか。フローリング床とかどうですか。はい、あー弱い弱い、フローリング床弱いっすね。はい、あーミス、いいね。丸椅子、あー丸椅子結構強えな。面白いな、これ。どんどん武器が解禁されていくの嬉しいぞ。レベルアップボーナスどうしましょう。とりあえずしばらくは攻撃どんどん上げますか。いいね、レベルが上がって全回復ってのもいいっすよね。さあそれから次は大きめのテーブル、でっけー。あ、強い。これを武器として扱えたら一人前。もうじゃあ一人前ってことじゃないですか。さあ、土もまだ使ってないんでしたっけ。じゃあ電話も行きますか。電話、そ
スライムどこ？お、なんか強そうなやついてる。あ、全然効かねえ。ゴブリン電話。あ、混乱 100% すげえな。我が家の大事な電話機、オレオレ詐欺には気をつけよう。はい、入って、あ、結構強い。次本棚いきますよ。本棚、複数の本がゴブリンの頭上に降り注いだ。3回攻撃すげえなあ。しかしゴブリンの攻撃は結構痛いね。崖行け、崖、おりゃ。あ、結構強め、結構痛いって書いてたけど、それそんなレベルじゃないっしょこれ。土はどうなんかな。土は弱いか、なんか、はい。あ、土は命中率下げるんですね。でも弱いな攻撃は。入った、食らった。まな板セットはどう。はい、みじん切りに。おー、結構効くね、いいね。さあ他の武器は草 B。 はい、弱いけど倒した。お、薬草拾いましたよ、ラッキー。はい、どうも。そこにね、お、なんか強そうなやつがいてる。やべえな、ちょっと下に行き過ぎてるのかな。そこに宝箱みたいなやつ見えてるんですけどね。ちょっと今武器いっぱいだから拾えない。時計で、おりゃ。あ、時計強えな。結構すげえな、何でも武器として使えるって面白いな。しばらくはちょっとこの武器の鑑定を全部やっていきますか。ガスコンロ台も使いたいよね。モンスター、あいつどうなんすかね、強いのかな。入って、そんなに強くはなさそう。ああ、倒せますね多分。お、すげえ、炎が出た。炎が出るので武器として普通に強い。お、すごい。あれ待ってくれ、これ持ってクマのところ行ったらもらえるんじゃないの、何か。ブルーゲイズ結構強めですね。まな板もやったから、次はキッチンで行こう。おりゃ。振り回せばなかなかのリーチだ。あ、ってことはこれあれか、2マスぐらい攻撃できるってことかな。あー、面白い。次窓装備しとこう。ちょっと待てよ、炎の出る武器を持ってさっきのクマさんとこ行ってみませんか。ここでしたよね。あ、これこれ、このピンクのクマさんにこれ装備して話しかけたらいいのかな。あら、炎の出る武器持ってきたよね。うん、すごい熱気。そう、私の求める恋とはこの武器のように熱く激しい恋。ははは、突然喘ぎ出しました。ごめん、取り乱したわ。ご褒美をあげるわ。はい、どうぞ。あ、やった、最大 HP アップ、いいね。あ、そんな感じにやってくれるんですね。そんな感じにやってくれる、そんな感じにステータスアップしてくれるんですね。世界には私を含めて4匹のクマがいるわ。全てのクマに認められるよう頑張って。はーい、クマさん拾いたいね。武器とりあえず草 B とか多分打っても大したお金にならないでしょうから、破棄しましょうか。破棄、はい。で、赤いクマキャサリンいただき、はい。武器庫に送っちゃいました。武器なのかなあれ。さあちょっと自宅戻ってみましょうか。物売れてるかな。あ、なくなってる。あー、どうもありがとうございます。3199円。あ、これでも経験値もらえるんですね。なんと武器を買ったお客さんがお礼を置いていったようだ。あー、やっとアルマの石8個、ありがとうございます。さあまた武器置きましょう。とりあえず鑑定が済んだやつで高めのやつから打っていきたいね。ああ、電話いいね。電話機が3000円、それから大きめのテーブルも結構いいねって売れますね。それから本棚もいい感じ、あとは何がいいかな。あとはキッチンとガスコンロかな。ガスコンロ装備してからダメなのか。じゃあそうね、崖行きます。崖撃っちゃいますか。はい、はい、
これはでもこうやって商品を置いて経験値をもらえるってことは、早めに商品棚の数を増やした方がいいんですよね。回復。とりあえず泊まることに関してはお金を取られないんですね。お姉ちゃんご苦労様、なんか手伝おっか。まず呼び込み、ああこれで速さが速くなる。ああいいですね、それはそれでいいんだけど、さっきこれやりたいっすね。商品棚拡張、これで一気に10個売れるってことでしょ。こいつを先やってからにしますかね。さあそしたら次はいくつかまた拾えるようになってるから新しいもの拾います。この子の家とかはどうなんですか。同じか、同じ民家なんですね。これは置いときましょう。これ道案内看板、あいいね、また新しいのもらったぞ。それから他なんかあるかな。看板は一緒っすよね。このお店の中いろいろありそうなんですよね。あいいね、豚の生姜焼き定食、いいねいいね。それから椅子は一緒か、あ丸椅子は一緒っすね。時計も一緒ですかね。このテーブルは、あいいね、やや長テーブル、やや長テーブルあ料理のようなもの料理屋さんでしょここ。これは野菜炒めセットもらっちゃいました。どうも、セリフ変わるかな。どんな料理か楽しみだ。もうなくなっちゃいましたよ長テーブル。あーもう拾えない、あ残念残念だわすぐ武器庫がいっぱいになっちゃいますね。いや面白いなこれ何でも武器にできるってこんなに面白いもんなんですね。はい、まあとりあえずまあ今回一回こんな風に、あ誰かいてる、誰、機関士、俺は機関士、伝説の武器を求めて冒険してるんだ。しかし手がかりが全然得られないんだ。俺的には洞窟とかが怪しいと思うんだけどな。だけど怪しいところには入っちゃダメって母ちゃんに教わったからなあんた冒険者に向いてねえっすよ。あっ、で遠距離攻撃こいつやめえよ。はい窓、おっとっとっと、ゴブリン結構強いんすよねゴブリン。次何行こう。道案内看板、あ結構強えいいね。ここにもう一人人がいてるかな。はい、あんた誰、キャンパーチャラク、キャンプファイヤーだわいわい。あこれもまた持って帰れますね。ここから西は岩の転がる荒れ地だ。変な洞窟しかないし近寄らない方がいいよ。なんでもそこに住む岩の魔物はめちゃくちゃ硬いとか。それボスかな。キャンパーイクパ、ここから眺める海は綺麗ね。ソロキャンプするにはぴったりの場所だわ。まあ魔物はうじゃうじゃいるし、隣のはしゃいでる男はうるさいけど毒づいたね。さあってことで今回はこの辺にしておきましょうかね。結構いろいろ拾ってきましたんでね、またこの拾ったものも10分から20分で売却されるってことだったから、とりあえずそれを売ってこの辺のアイテムも一回ね全部鑑定済ましておきましょうかね、次回までに。はい、ってことで次回はとりあえず洞窟とかまだ行けなさそうなんで、いろんなもの拾って妹に拡張をいろいろやってもらいたいなと思います。じゃあ今回はこの辺で、この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンを押してってください。また皆様からのコメントが励みになります、ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。